じゃない？みんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今日はじゃーん、河原にやってきました。この河原にはどんな理科があるのかちょっと観察をしてみましょう。ここは川の中流ぐらいかな。で、石？あ、すごいすごい、なんかいろんな形の石があるね。おお、こういうとこいいんじゃない？投げます。へえ、めっちゃ綺麗だよ。久しぶり。痛すぎじゃん。あ、なんかこういうなんか平べったいちょっとちっちゃめのやつとかだと結構跳ねてくれた記憶があるんだけど、私のそれは実験ね、実験結果ね。すぎる。もう数打つしかないっていう。ただの石投げてる人じゃん。まあ、このようにいろいろな石があるわけですけれども、形とか見てみるとなんかいろいろな形がありますよね。これって例えば川の上流と中流と下流で何か違うのかとか、どんな性質があるのとか見ながら自分なりの仮説を持ってやっていく自由研究とかにもおすすめです。あとは石の、そうですね、なんか色とかもほら見てみて全然違うんですよね。こうやって見てみるとなんかちょっとこれはオレンジっぽかったりとか、これはちょっとね白っぽいグレーっぽかったり、なんかもうちょっとね濃いようなやつとかもねあったりとかして、何が違うんだろうっていうのを調べてみるのも一つ自由研究になるのかなと思います。で、見てみてほら、石を探してたらこんな風になんか模様がね入っているものがいくつかありました。あ、こっちもすごいよね。なんだろうこの模様。これ何、なんかすごいギザギザしてるんだけどさ。こっちもね、これはちょっとまっすぐな線が入ってるんだけど、さあこれはなんでできるんだろうっていうのを調べてみても面白いと思います。見て見てこれ、なんかさ
なんか模様かなって思ったんだけど、こんだけたくさんあるとこれなんかの生き物の足跡なのかなっていうところで、この足跡何の生き物か調べてみるのもすごく面白いと思います。まあ、あとはこの模様以外にもちょっと奥の方行くとなんかグイーングイーンっていう模様がありますよね。これはまあおそらく水が流れた跡だと思うんですけれども、水がどうやって物を運ぶのかとか、土を運ぶのかとか、石を運ぶのかとか、そういうのも調べてみるととっても面白いと思います。ね、はい、あ、飛んでった。はい、ということで今日はすごい短い時間だったんですけれども、石とかあとは、まあ、ちょっとここにもね、なんか洋服についてますけれども、まあ、いろいろなものに触れるきっかけとなりました。ぜひ自由研究なんかでもちょっと来て調べるだけでもネタになると思いますので、参考にしていただければと思います。というわけで、この動画がためになったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。